苦しみの原因は、自分の環境や周りにあるのではなくて、自分の心の基準にあるということです。こんにちは。願い叶え観音チャンネルの高松です。今日はですね、もらっているメッセージについて、お話ししたいと思います。メッセージの内容はいくつかに分けてブログの方でもアップしてるんですけども、やっぱりね、お話しした方が伝わりやすいところもあるので、もらったメッセージを今日読んでお伝えしたいと思います。苦しみの、ね、根源ということについて、まあ、なぜ人は苦しむのかとかね、まあ、そういうことと、どう捉えたらいいのかみたいな、そんなお話ですね。では、もらった通り読みますね。はい。まずね、やりたいことを、まあ、するということで、ね、このチャンネルでは何度も言っています。みんながやりたいことをしましょうと。ね。であればですよ、それがやってみてできないということも当然あります。まあ、できなかったらどうするんですか？まあ、ただそれだけのことです。別に焦ったりすることもないはずです。で、罪悪感も特にないはずです。やろうと思ってただやっただけ、できなかったという結果が出ただけだからということですね。そこで基準を作らないことが大切ですと言われています。例えばね、こうすればできるというのはね、まあ、やっていく方法を考えたりするという意味ではいいわけです。でもこうならなければならない、こうしなければならないっていう基準をつけてしまうと、それに対して自分がジャッジをしてしまうということになるわけです。残念ながらですね、そのジャッジをすることによって自分を責めるという結果が生まれてしまいます。前にも言ったように、これは去年か一昨年かな、一度そういう話題が出たことあるんですが、自分の中に裁判官がいますよという話なんです。裁判官っていうのは別に悪魔のような存在ではありませんと。単純に、職務に忠実な心の機能の一つということが言えます。ジャッジする機能というのが心にあるという意味で、まあ、僕は裁判官と呼んでるという意味ですね。もしあなたが基準を決めると、その裁判官はその基準に合っているかどうかをしっかりチェックして、あなたにお知らせをしてくれるわけです。心の機能ですからね。で、ゴロゴロしちゃいかんって、例えばそういう基準を作ったとします。そうするとゴロゴロしていると罪悪感が襲ってくるわけです。なんか動かなきゃいけないんじゃないかと焦る気持ちが出てくるわけです。しかし考えてみてください。ゴロゴロすることが悪いというのは結局自分で決めた基準ですよね。ゴロゴロしたい時にはゴロゴロすれば良いっていう、もし基準であれば、まあ、そういうふうに基準を改正してしまえば、裁判官は何も言いません。要は自分が決めた基準に対してジャッジをするということだからという意味ですね。だから全てはあなた次第ということです。あなたを苦しめているのは他人でもないし、神様でもないし、悪魔でもありません。あなたを苦しめているのはあなた自身です。いくらね、周囲のことを目を向けてね、あれが問題だ、これが問題だと考えても、苦しみから逃れることはできないわけです。あなたが自分を苦しめるための基準を持っているから、苦しみは消えないということなのです。例えば金持ちでないと幸せではないっていうような基準を持っていると、その基準でいれば金持ちにならない限りいつまでも幸せじゃないわけで、ずっと苦しんでいるという状態になります。まあ、そういうのを、まあ、仏教的に言うと煩悩みたいなことでもあるわけですが、まあ、そういう煩悩という言葉も基準を作っていることだと言い換えてみたらよくわかるんじゃないでしょうか。まあ難しい、本来はね、難しいことではない。苦しみから逃れられないように思ってるけども、まあ、本当のことを言うと、苦しみから逃れる道は基準を見直すということでできるんですよと、こういうふうに言われてます。そして今のはできたできなかったっていう話なんですが、引き続いて目標をどう立てるかということです。まあ、目標を立てるから、まあ、できたできなかったという判断があるんですが、目標の設定の仕方を少し変えませんかということを言われています。目標を
例えば上に置く人がいます。高い目標を立ててチャレンジする、とてもいいことですよね。はい、そういうふうにして上に立てる目標ってまあいいんですけども、まあ本当にそれをねガツガツとやって達成できる人はいいんですけども、みんながみんなそういうことにはならないですよね。でまず上を見た時点で、あんなところか、届かないやって大体思うし、何度も何度も飛んでみるけども、ジャンプしてみるけども届かないと、まあそのうちやらなくなるというのが現状でしょう。だから上に目標を置くんじゃなくて、目標は前に置いてくださいっていうのが、今回言われていた内容です。目標を前に置くっていうことは、そこに至るまでの時間性とか空間性というものが入ってきます。上だとジャンプですけど、目標を前に置くとそこに向かって進むという意味になるから、目標を前に置いてくださいということです。もちろん目標は前にあるわけですから、今ここでは達成できてない自分があるんですけど、そこに至るまでの空間性、時間性を持ってそこに行けばいいという、こういう意味ですね。こういうことを言われました。だから、目標は自分の進む道の先に置くのです。そこに向かって行くだけなのです。目標を上に置くのではなく、目標は前に置いてください。そうするとそこに向かって行けば良いと分かります。例えば明日の目標でも、1年後の目標でも、10年後の目標でも前にあるということで、必ず前にあるものはそこにたどり着くことができるようになっていますね。例えばじゃあお金の問題にまた分かりやすくしましょう。今年収200万の人が年収1000万になるという目標を立てたとしましょう。それが上にあると思ったら、一生懸命チャレンジしてもなかなか届かないという話になるわけですけど、前にあるとしたら200万が300万、400万、500万っていって1000万になるか、あるいはもっとどっかでキュッとスピードが上がってなるか、いずれにしても前にあればそこに向かって進んでいけばよいということが分かるわけです。それは明日できなくても明後日また進めればいいし、来年できなくても2年目3年目と進んでいけばそこに届くわけです。それがまあ目標がやってくると言ってもいいですし、目標に向かっていくと言ってもいいわけですけども、道がつながっているということが分かればいいということですね。そうすれば楽に進められるんじゃないですかと、世界は思い通りになるんじゃないですかということを言われてました。じゃあその前にある目標に対して、ここに道があるわけですけど、その道の上にどんなイベントを入れていくかということは自分で決めていいことです。要はストーリーは自分で決められる。まっすぐの道、ちょっと迂回していく道とかね、自分で決められるということです。だから目標を決める、そしてストーリーを決める、そしたらあとはひたすらやっていくだけで良いわけですね。そうするとどうして苦しむ必要がありますか、届かないとかって諦める必要がありますか、ということですよね。上を見るから苦しくなるわけで、前を見るんだったら希望しかないんじゃないですか、とこういうふうに言われていました。そしてこの苦しみの話をさらに続けるんですが、まああえて言えばこの世に苦しみなんて存在していません、とこういうふうに言うわけです。それを聞くと、いやそんなはずはないじゃないかと、実際に私は苦しんでますよと言いたくなるわけですよね。まあ例えば怪我をして痛いとか言うんだったら、まあ苦しいっていうのは苦しいですが、まあここで言ってるのは心が苦しいと辛いという話をもちろんしています。前にも言ったように、苦しみというのは自分の心の基準に対して自分の裁判官がジャッジをするということから苦しみがスタートしています。でも実際にはそう思ってないから、苦しみの原因をいろいろみんなは考えるわけですね。皆さんは、自分の生まれた環境が悪いんじゃないか、ね、自分の育った家庭が悪いんじゃないか、学校が悪いんじゃないか、会社が悪いんじゃないか、社会のせいだと、こういうふうにやっていくとですね、あの人のせい、この人のせいと、いくら考えても苦しみの原因っていうのはそこにはないんですね。こういうことをしていくと、もうね、全てはこの世の全ては苦しみだということにしかならないわけですね。人生のね、本質は苦しみだと悟ったぞってこういうふうにしかならないわけですね。まあそこまで突き詰められると
いうことであればですよ、少し考え方を変えたらいいんじゃないですかということです。苦しみは本当はないのですと。それは幻想のようなものでね、まあそう言われても本当にそうですかと思うかもしれませんけども、苦しみの原因は外にあるのではなくて自分の中にあるのです。はい、自分の中にある基準の話です。例えばですよ、じゃあ善に生きようというね、心根のとてもいい人がいたとしましょうね。その人はために生きるということが、とても人生の中で大切なことだとあるしたとしますね。そうするとその人はために生きなければならないという基準を作るわけです。そして少しでもために生きれないと思うと苦しくなってくるわけですね。ために生きるのが正しいって基準があるのに、でも自分のために生きてたりするわけですよね。そりゃそうですね。こんな基準はね、さっさと改正した方がいいわけです。人は皆自分の生きたいように生きてるんです、ね、こういうふうに基準を書き換えてみてください。そうすると今まで何だったのかと思うぐらい自由になるわけです。ために生きなければならないっていう、ね、ことに対してために生きられない自分があって苦しむわけでしょ。だからいや、人は生きたいように生きる、ね、それでいいわけじゃないですか。ために生きれない自分はダメなんだなんて考えてることがまずいと、苦しみの原因ということです。ジャッジをしているところに苦しみの原因があるということです。だから基準を見直してください。自分の生きたいように生きる、人はそうなんだ、そういうふうに基準をね、見直してください。時にね、いろんなことをやっていけば失敗することだってあるし、うまくいかないことだってあるわけですね。ために生きられない瞬間だってあるわけです。それをジャッジして責めても何も生まれてこないわけです。心に余裕がなくなってしまうわけです。だから基本は自分の生きたいように生きる中で、ために生きることも気持ちがいいから自然にそうしていこうと思うんだったら、その方がよっぽどマシです。その方がよっぽど自然にために生きられると思いませんか。とために生きなければならないという基準を手放して、まず自分が生きることをね、悟って、その上でために生きると気持ちがいいなと思えばいいという、そういう話ですね。まあこういうことを言われていました。自分をね、制限をする基準を少しずつ緩めていったらどうですか。そうするとジャッジする自分の心の機能というのもその基準に従って進んでいくわけですから、自分の基準を変えていくと、改正していくと心がだんだん楽になってきますよと、こういうお話です。失敗も成功もありません。そこには苦しみもありません。あるがまま、あるがまま生きていきませんか、とこういうふうな内容をもらっています。今日は、まあ、苦しみはなぜ生まれてくるのかというお話でした。苦しみの原因は自分の環境や周りにあるのではなくて、自分の心の基準にあるということです。その基準を手放して自分らしく生きることによって苦しみは、なくなっていくんですよ、っていうか、もともと苦しみはなかったんですよ、というのが今日のお話のポイントです。どうもありがとうございました。